んにちは。生物基礎、今回は第4章免疫の第1節、免疫の働き、その3回目、免疫と病気です。 B 細胞や T 細胞の一部が記憶細胞として残り、速やかに強く反応する仕組みが免疫記憶です。異物が初めて侵入した時に起きる一次応答に比べ、記憶細胞が反応する二次応答は急速で強い反応になります。免疫記憶を医療に応用したのがスベルクリン反応やワクチンです。スベルクリン反応は人や動物で結核菌に対する記憶細胞の存在を調べる方法です。T 細胞が記憶細胞として残っていると、細胞性免疫が急速に働くため、赤く腫れます。赤く腫れない場合は、陰性と判断され、人工的に記憶細胞を持たせるため、BCG を注射します。特定の病原体による病気を予防するために、抗原として摂取する物質がワクチンです。細菌の出す毒素を無毒化したものや、病原体を不活性化したものを利用します。予防接種とは、ワクチンを接種することで、ワクチンによって T 細胞や B 細胞の一部が記憶細胞となり、感染を予防します。あらかじめ動物に作らせた抗体を含む血清を注射するのが血清療法で、症状を軽減させる治療法になります。馬などの動物にハブ毒を注射して抗体を作らせておき、その抗体を含む血清をハブに噛まれた人に注射すると、ハブ毒の無毒化と除去が促進され、症状が軽減します。抗体は免疫グロブリンというタンパク質で薬として使われています。免疫の反応を利用したスベルクリン反応、ワクチン、血清療法ですが、病気予防に使用されるのがワクチンです。アレルギーとは、免疫応答が過敏に起こって生体に不都合な影響を与えることで、花粉症やジンマシンなどがあります。アレルギーの原因となる抗原をアレルゲンと言い、花粉やダニのタンパク質、また鶏卵やそばなど食物に含まれる物質の場合もあります。食物、蜂毒、薬などが原因で起こる急性アレルギー反応がアナフィラキシーで、下痢、嘔吐、発疹、呼吸困難などの全身症状をアナフィラキシーショックと言います。 HIV が原因で免疫力が低下する疾患が後天性免疫不全症候群 AIDS です。 HIV はヘルパー T 細胞に感染し、潜伏期間の後にヘルパー T 細胞が破壊されます。そのため体液性免疫や細胞性免疫が働かなくなります。免疫が極端に低下するため、通常では感染しない病原体に感染するという日和見感染が起きます。獲得免疫はヘルパー T 細胞によってキラー T 細胞や B 細胞が活性化されることで働きます。 HIV はヘルパー T 細胞に感染するため、ヘルパー T 細胞が破壊されます。するとキラー T 細胞や B 細胞が活性化されず、体液性免疫や細胞性免疫が働かなくなります。自己成分に対して抗体ができたり、キラー T 細胞が攻撃するのが自己免疫疾患です。1型糖尿病やバセドウ病、関節リウマチなどがその例になります。重症筋無力症は筋肉の表面上のタンパク質が自己の抗体で攻撃されることで起きます。がん細胞は細胞分裂の機構が壊れており増殖を続けます。通常であればがん細胞は NK 細胞やキラー T 細胞などによって排除されます。しかし
それが十分に働かないとき、がんは周りの組織に浸潤して広がり、別の臓器などへ転移し、そこでも増殖します。医療で問題になる拒絶反応とは、移植された組織がひじこと認識され、NK 細胞やキラー T 細胞に攻撃され、定着できないことです。免疫系が、自己の正常な細胞や組織を攻撃することがないのは、免疫寛容のためで、免疫系が未発達な状態のマウスの移植実験では、後天的に免疫寛容が誘導されています。